で、あまり面白くないと思いますけどね。で、今日は、まあ、そういった流れもあって、久々にヌースレクチャーやるということで、まあ、何の話から始めようかなと思ったんですが、皆さんの方にも多分ウォーミングアップが必要だろうと。非常に久々なんで、いきなりヌースの次元観察士が何とかいう話になると、ちょっと固まっちゃう人もいるかもしれないと思うので、まあ、まず軽くこの2012年問題っていうのから入ってみようというふうに思います。で、この2012年問題を一回処理して、そしてそのヌーソロジーが展開していく2013年以降の、ワールドビューというか世界観の風景に皆さんをご案内していこうかなと思います。で、今日のテーマはトランスフォーマーとは何かというふうになってますけども、一応トランスフォーマーというのは僕の中では2013年以降現れてくる新しいニューブリードというか、人類の形態を持った、形態によってもこの肉体の形が変わるわけではありません。その思考形態が変わった、人間たちというイメージで考えてますので、その話をこの2012の後につなげてやっていきたいと思います。ということで、今日お配りした資料をいただきたい。1枚目の資料で、2012年問題の、背景に原因にあるものということで、ちょっと念のため聞いておきましょうかね。では2012年問題っていうのをそれなりに聞いたことがあるのはご存じの方、ちょっと手を。これ前のことですか。ああ、前もいいんです。松尾さん、あ、知らない。健全ですよ。まあ、今日その話をじゃあしていくことにしようと思ってますけども、まあ、一種の終末思想の再来、まあ、1999年にノストラダムスの大予言というのがありましたけども、まあ、あれの執行猶予版というか、延長線というふうに思っていただければいいと思います。まあ、いつの時代でもその世紀末というのは終末思想が再来してくるわけだけど、必ず周り巡って反復してくるわけですが、20世紀末も例外ではありませんでしたね。ノストラダムス、後藤明さんが1970年代ぐらいにノストラダムスの大予言という本を書いて、それが大ベストセラーになって、まあ99年何があったのっていう話なんですが、結局は何も起こらずに、さらに21世紀になって例 のニューヨークのテロの事件が起こってという延長線で、まるでこう真っ暗闇の中を、まあ、先が見えないような中を、人間の歴史というのは未だにずっと歩き続けているわけですが、まあ、おそらくそういうどうしようもならないような僕らの一般庶民が持ったルサンチマンが作り上げた一つの幻想という言い方も厳しく言えばできるかもしれない。つまり早く終わってくれこの世の中って言うんです。みんな一緒に滅ぶのなら別に滅んでもいいよ。そういうやっぱり根底に一つの思想が根付いていて、まあ、そういったものが何回も何回も再来してくるわけですが、といってこれをね、一般のそういう理性ある人々たちのように単純な人間のそういうルサンチマン の産物と考えることもどうかなという部分はあります。それは後々お話していきますけれども、で、今その2012年になんで世界が滅ぶんだとか人類が滅亡するだとか、地球が終わるだとかいうことが言われているかというと、まあ、いくつかの、要因があって、それが複合的に、まあ、交わりながらメディアの中に流されて、まあ、雪だるま式にね、そういう一つの我々の時代の神話として、まあ、神話というか一つの予言として、まあ、いろんなところで広がっていってるわけです。で、こういったことを本気で考えてる人もやはりいます。まあ、この中にはあまりいらっしゃらないかもしれませんけれども、本当にそのある意味ネガティブな方向で精神を働かせてたり、あとはもう自分の中に閉じている、お友達のネットの中だけとか、
そういう人たちの類になると、やはり意識が健全ではないし、一つのその精神の柱を自分で持っていないので、まあ、そういう情報に惑わされるわけですね。でその中ですごい、まあ、信じてる人たちもいるんですけども、とにかくこれを切ろうと、まず僕はニュースをやっていくにあたって、こういった非常にネガティブというか人間の不安や恐怖を駆り立てるようなものについては、一切こう抑え込むような意志力を持たなければいけないといつも考えてますので、そういった意味で今日はその要因となっているものの種明かしを。